ポール・デラ・クルス・ムルダースは、オランダとフィリピンのサッカー選手。フィリピン代表。ポジションはMF。彼は、アムステルダムにて、オランダ人の父親とフィリピンのイサベラ州出身の母親の間にバッシュとして生まれた。4歳の時にゼーブルヒアでサッカーを始め、8歳でアヤックスアムステルダムのアカデミーに加入、16歳まで在籍した。1997年に HFC ハールレムに移籍。このクラブはアヤックスのユースに所属した選手がサッカーを続けるために移籍するクラブでもあった。その後2000年にトップチームに昇格し、10月14日に行われたエールステディビジ BV フェーンダム戦で19歳にしてプロ初出場となった。彼が注目を浴びたのは2003年8月6日に行われたアヤックスとの親善試合でズラタン・イブラヒモビッチやワンベルトを擁するアヤックスからアムステルダムアレナで得点を奪ったのである。ハールレムには2000年から2005年にかけて在籍し、114試合20得点の結果を残し、特にロイ・ウェッセリンフ監督の下では、ウィンガーとして重宝された。2004から05シーズン終了後に、フリーの身となると、ハールレムのチームメイトであるリック・ホーアイブールと共に、SC カンブール・レイワールデンに移籍。24歳の彼はここで2年契約を締結。ここではストライカーとして起用され、60試合で5得点の結果であった。しかし彼の在籍2シーズン目となった2006から07シーズンにクラブの財政問題が悪化し順位を落とさざるを得ない状況になった。結果として彼と6人の選手の契約は更新されず、放出となった。2007から08シーズンに先立って彼はオーストリアに向かったが、最終的にはFC オムニワールドに加入した。元来攻撃的ミッドフィールダー、セカンドストライカーが適切なポジションであった。彼はこのクラブで活躍し、60試合で11得点の結果を残した。また、ここでは当時アシスタントトレーナーであった、ペーター・ファン・フォッセンと共に過ごし良い関係を構築したが、アゴーブ・アペルドールンで再会することとなる。2009年2月3日にアゴーブ・アペルドールンにシーズンの契約で移籍することが発表され、同年夏には、ジョン・ファンデン・ブロム監督、ペーター・ファン・フォッセンアシスタントコーチの下、熱心にトレーニングを積んだ。ファンデン・ブロム監督によって、彼の才能は開花、そしてチームも向上し、2009から10シーズンは、ナセル・シャドリ、ラモン・レーウィン、チロ・エントコ、ジェレミー・ボキラらと共に昇格プレーオフにこぎつけるという彼にとってのベストシーズンになった。2010年8月にはアペルドールン時代の恩師であるファンデンブロム監督が新たに就任するアド・デンハーグに彼を連れて行きたいと望んでいることが広く報じられたもののこの移籍は実現しなかった。さらに2010から11シーズンの冬の移籍市場も締まりかけた頃合いには PFCズーレが冬の補強として彼を渇望していることが報じられたが、これも実現しなかった。最終的には2011年4月末に1年の延長オプション付きの2年契約でアド・デンハーグに加入することが報じられた。2011年8月4日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ2011から12予選の主にニコシア戦でアド・デンハーグ移籍後、そしてUEFA ヨーロッパリーグ初出場を果たした。この試合で彼は32分にアーメド・アミに変えて投入されてのデビューとなった。試合自体は1から0で勝利したが、2戦合計のスコアは3から1で敗北した。同月7日にはリーグのフィテッセ戦に出場、12シーズン目のオランダにして初めてのエールディビジ出場となった。2013年1月にはタイプレミアリーグに所属するチェンライユナイテッド FC からオファーが来ていると報じられたが、冬の移籍市場が閉まるまでに合意に達せず移籍はならなかった。アド・デンハーグとの契約が切れるのに先立った2013年7月、カンブール時代のチームメイトであるアドナンバラカットの助力を受けて、タイに渡りチェンライユナイテッドのテストマッチに参加したものの、同クラブの新監督は彼にオファーしなかった。無所属の身になった彼はシンガポールカップ要員としてグローバル FC に加入した。2014年1月20日には半年のアマチュア契約で古巣のカンブールに復帰した。2014年夏にセレス FC に加入。2017年にはグローバル FC に復帰。フィリピンフットボールリーグ8シーズン開幕節の JPV マリキナ FC 戦ではペナルティキックを決めた。2011年、アド・デンハーグへの移籍が決まった直後に彼の友人といとこは彼のファンページを Facebook に作成した。このページはフィリピンサッカー連盟の目に留まり、彼はフィリピン代表に招集された。彼自身は今までのサッカー歴と映像、そして何よりアド・デンハーグと契約したという事実が代表招集へとつながったと述べている。2011年6月初めにマニラに渡り、フィリピンの旅券を取得。スリランカ代表との 2014FIFA ワールドカップアジア一次予選の最終メンバーに選ばれた。同月29日にアウェーで行われたスリランカ代表戦で代表初出場。試合は1-1の引き分けに終わった。ホームで迎えた2戦目では4-0と粉砕し、二次予選のクウェート代表戦へと駒を進めた。しかしコロンボで行われたスリランカ代表戦で受けたスライディングによる怪我を引きずってしまい、クウェート代表戦には招集されなかった。10月7日に行われたシンガポール代表との親善試合で代表に復帰したが、2-0で敗北した。11日に行われた親善試合のネパール代表戦では17分に、フィリップ・ヤング・ハズバンドの得点をアシストし、4-0の勝利の黒子として活躍した。その後、2012AF 鈴木カップのメンバーとして招集され、11月24日に行われた同大会のタイ王国代表戦で代表初得点を記録した。2015年11月をもって代表に招集されなくなり、2016年3月16日に代表支配人のダンパラミは、ムルダースが代表を引退することを認めた。しかし、2017年10月10日に行われた AFC アジアカップ2019のイエメン代表戦で代表復帰。代表での得点一覧。ありがとうございます。